大丈夫だよ。東京都、20代女性。欲しいものを欲しいって素直に言えなかったね。いつも洋服やおもちゃのお下がりで新しいものが欲しかったよね。愛してる。言葉では言わないパパとママだけど、いつもそばで見守ってくれることが大きな愛。で、気がつく時が必ず来るから大丈夫だよ。3人兄弟の次女。